大師山寺は奈良県吉野郡吉野町上市にある寺院。正式名称は大師山妙法寺。改装は奈良時代、聖武天皇直岸寺の放落寺当中の一員にして、会期は行期菩薩なり、完全音菩薩の一優を設け、桜町天皇が行再興し、延教二年に日本一の新四国八十八カ所令城を海岸供養し、コンピラ大権現。 法師四国八十八箇所霊場、工房大師、不動明王等を勘定した霊冊である。平安時代主言道の中高の初期をしたから、おさむ師の縁の地として、柳の渡し、桜の渡しの中間にあり昔より吉野川の溝木の、サラフンふんどし、力ふんどしの授与のお大師さんとして、行者や山伏また伊勢、熊野門での参拝者に親しまれてきた。ここより南に着いたち、 西に二日歩き高の山の聖地を見つけた、工房大宿空海も歩いた、お山を越えると、二本峠を抜け、アスに続く街道がある。東西には、伊勢街道があり、南北に、熊野街道と分岐点になり栄えた。近世には、弁天州、第一世館長のお寺としても名高く、住職のほとんどが、ここで宣言することなく、他の寺で活躍し、出世の寺とも言われ、 両園に恵まれる人も多い。南向きのお山で眺望もよく、紅葉の名所として、秋には人が多い。お山に四国88カ所の校舎を配置し、一家事ごと地元の人々が責任を持ち守られている、1時間ほどで回ることができる。奈良県中南部の大師信仰の聖地。身代わり大師堂は、頭の上からのお願い事がよく聞くと、頭の病気治癒、合格祈願。 就職祈願に訪れる人が多い。大和城市のお大師さんとして、全国各地よりお参りがある。吉野町町中図書館の一つに指定される。ありがとうございます。